今回はウェルズの透明人間を朗読します。 これはもう何年前のことだったのでしょう19世紀も待つそろそろ20世紀になろうという頃でした世にも恐ろしいことが起こったのです本当にあれ以上に怖いことは私は知りません私はまだ若くアイピング村の巡査でしたアイピング村はご存知のようにロンドンの南にある小さくて静かな村です 一番最初に恐ろしい目に遭ったホール夫人の経営する旅館駅馬車亭も滞在してくれるお客といってめったにあるものではなかったのですあれは2月の初め身も凍るような寒い日でしたよう頼む やってきた男は厚い手袋をした手に黒革の小さなカバンを下げ頭から足の先まで防寒具でしっかり包みソフトボールのつばを深く下げているので外から見える肌といえば寒さに赤く染まった鼻の先だけでした男はホール夫人の言う通りの金額をテーブルに投げるや直ちに部屋へと急いだのです 少し経ってホール夫人がご自慢の料理を持って部屋に入った時でしたホール夫人はぞっとしたもんを感じました暖炉の火は威勢よく燃えているのに客はまだ帽子も街灯も脱ぎもしないで夫人の方に背を向けたまま窓越しに降りしきる粉雪を眺めているのですお帽子と街灯お脱ぎになりましたら 調理場で乾かして参りますわいや、いいんだあでもほっといてくれ、この方がいいんだ肩越しに振り返った男は側面にもレンズのついた大きな青い色の眼鏡をかけもじゃもじゃした頬ひげが顔を完全に隠しているのですドアを開けるときにはノックをしてくれあはい、わかりましたではご自由にもうじきお部屋が温まるはずです しばらくして食事が終わったらしい男が降りてきましただがまたも驚いたことには男は来た時と全く同じ街灯に手袋青い眼鏡といった姿で現れたのでした。 ブラハースト駅に荷物を置いてきたんだ明日取りにやらせましょう明日になるの一年ほど前のことですけど駅への道で馬車がひっくり返りましてねお客さんがお一人と助車が大怪我をされましたそれで夜になると馬車は動かさないことにしてるんですよまあ災難というものは思わぬ時に見舞うものですねそういうものだな 怪我をしますと治りきるまでにずいぶんと日がかかるものですわ私の妹の息子でトムというのがやはりそうでした草刈り場で転びましてね鎌で腕を切ったばっかりに3か月もの間包帯が取れずにおりました <laughs> ホール夫人の誘導にも乗らず 男は含んだ笑いと共に再び自分のの部屋へ向かって行ってたのですだがこの後に続いた事件を思えば夫人のこの日感じた恐怖などは大したことではなかったのです明 <noise> くる日の朝この異様な人物の荷物が駅馬車邸の前に届きました。 ががこれがまたた何ともも言えなない奇妙なものでしたトランク二つというのはいいんですがそれに加えて一ダースもの木箱紙箱竹籠の,の類でどれにも皆麦わらの詰め物がしてあります旅館の亭主ホールさんがこっそりわらの中に手を突っ込んでみるとそれらの中身はすべてガラス瓶だったそうですさあこの箱を運び入れてくれ待ちかねたように飛び出してきた男の格好は 例によって街頭、手袋、襟巻き、帽子と洗いざらいを身につけているのですずいぶん待たされたぞそう言いながら男が荷馬車の後ろへ回ってカゴの一つに手をかけようとした時でしたこらおとらしくしなきゃ。突然一頭の犬が男の足に飛びかかり手に噛みついたのです 男はこの突然の出来事に非常に慌てた様子ですぐに身をひるがえして旅館の中に姿を消してしまったのですおいお前、あの旦那、怪我をしたんじゃないのかちょっと行ってみてからホールさんはまっすぐ2階へ上がっていきました。 そしてホールさんはそこでいとも異様なものを見てしまったのですさらに異様な体験まで手先のない腕それに3つの大きな穴の開いた顔ホールさんはどこかそれは三色すみれに似ていると思ったそうですそれが彼に向かって揺れているだがそんなことを思う暇もなく彼はいきなり突き飛ばされてしまったのです その夜中、二階の男の部屋では、床を踏む足音とわめき声、つぶやきが絶えなかったそうです。うまくいかん、どうもまずい。こんなことをやってたり一生かかってしまう。いやいや、いや辛抱だ。そして一方、ホール夫人は大きなカブラみたいな白い頭がたくさん現れて追いかけてくる夢を見て、幾度も飛び起きたのでした。 アイピング村はこの駅馬車亭の奇妙な宿泊客のことを除いてはいつもの年のように平和な4月を迎えていましただが亭主のホールさんはもともとこの客に好感を持ってはいなかったので何かにつけて追い払うように主張していたのです夏まで待つのよ画家の皆さんが秘書にやってくるまではあんなお客でもいないよりマシというものよ偉そうにして扱いにくいなんてもんじゃないけど 一応、きちんとお漢字は払ってくれるんだからねだがホール夫人の思惑とは別に村ではさまざまな憶測が飛び交っていたのですあいつ駅馬車亭のあいつ知ってるかでっけえ口でまるで顔の下分が口よいやメモだメモ大きくて骸骨みたいだそうだだいたいいつも包帯して色眼鏡でさ顔なんかねえんじゃないかバカ顔がねえとはなんだいそれじゃバケモノじゃねえか ホールのやつなんかブツブツパンジーメパンジーメって言ってやがったなホールの神さんは実験をやってる偉い学者さんなのなんて言ってるかねそれに発明みたいなことをなさる方なのとかあの先生は実験の最中に事故を起こして顔と手にやけどをなさったの恥ずかしがり屋なもんで人に見られるのを嫌っておいでなのよ恥ずかしがり屋があんなにどなるかねこないだヤッコさん散歩をしてたそうだがそれを見たほら 時計屋のィの息子なんぞはその晩うなされ追加だったそうじゃねえかどうもあれだな自分が思うには彼はどうも空気のような存在ですな空気とは何だい分かったようなことを抜かしやがって空気で人間様ができるんならこの世の中人間だらけじゃねえのそれでも皆様のお話だとどうも透明なといった様子の方で何を分かったようなことをもしそんな乱暴なあなた 全く違う噂も私のいた警察には入ってきましたそのため私はこの駅馬車艇の周辺の警戒を命令されていたのですその噂とは「あの男は地下に潜った無政府主義者でこの村に潜んで爆弾の製造に従事しているんだ」というものでしたまた村の牧師のサイラス・ダーガンさんは「あの男が見せ物に出る気になれば瞬く間に人財産作れるんだが」 などとおっしゃって慌てて宗教に携わる者としてふさわしくないと思われたのか。いや人間誰しも何かの取り柄を持つものだと注釈されたのでしたがこうしたさまざまな憶測もあの恐ろしい真実に比べればスズメのさえずりにも劣るでしょうそして真実は少しずつその姿を現しているようでした。 あの男の持つ雰囲気が村の人たちにとって次第に気味の悪いものになっていった頃逆に彼の行動に非常に好奇心を燃やした人物が出てきたのです村でただ一人の海洋医であるカス先生がその人です包帯がカス先生の職業的関心を呼び起こしさらに無数にあるというガラス瓶や試験管はカス先生に煽望の気持ちさえ生んでしまったのです ちょうど精霊降臨説が近くなった頃どうにも我慢ができなくなったカス先生は村に看護婦を1名招聘しようという運動に乗じてこれを口実に寄付金の帳簿を携え問題の人物を訪ねていったのです何だってお客さんの名前を知らないいやそれがなんとかって聞いたような聞かないようなお前どうだった あののお客さんの名前ですかもちろん一番最初の時に聞いたことは聞いたんですがそれがはっきり聞き取れなかったようないや私が正式に伺ってまいりましょう2階ですねカス先生の悲劇はこの階段を上ったところから始まったのです突然お邪魔して申し訳ありませんが。 返事も待たずにドアを開けてうちに入ったカス先生が部屋の中にいた時間は10分ほどだったでしょうかはは わ私はわ私はどうされました私をじっくり見てどうかなってないかね別にいつもどうかなってあんたはみみ,み水をくれ早よ。ホール夫人はカス先生を帳場の裏の部屋に案内してさあさあ落ち着いて何があったんですかようやく落ち着いたカス先生が話し始めたことはあまりにも奇妙なものでした 私は看護婦将兵資金の寄付を頼みにかかりましたところが彼は一言もしゃべらないで私は実験に興味をお持ちと聞きましたがと話しかけたそうだ風邪をお引きですか <laughs> 私はこう見えても村のたった一人の医者でしてそのようだなカ先生あ私の名前をご存知で あなんならば処方をそれにそんなにき込むのも医者としてはどうかとこの間も私は部屋の中を観察しておったんですが噂通りガラス瓶や薬品でいっぱいでしたいやもうそんなことはどうでもいいんですがところで寄付に応じていただけましょうか考えておくか先生だいぶご研究に先進のご様子ですなそうだ。この辺で終わりにしとけばよかったんですが よほど長期にわたってのご研究でうんざりするほどの長期かそれは医薬の類のものですか余計なお世話だカズ君君は何を探りに来たんだ私は謝った彼はそっぽを向いてたった今見つけたらしいデータを分析表のようなものに書き込み始めたそしてそれをテーブルに置いた途端窓からの風がその紙を舞い上げたんですその紙は暖炉の中に飛んでいった 彼は慌てて追いかけ手を差し伸べたその時だった私は見たんです恐ろしいことに彼には手がないんだ袖の中が空っぽなんです私は最初気の毒にと思ったしかしそれにしてはおかしい中が空っぽだというのに袖を上げ下げしていたのはどういうわけなんだろう私は恐ろしくて思わずあっと言ったすると彼は伸ばしかけた腕をピタッと止めて色眼鏡越しに私をじろりと見た それでそれだけだだが私がまずかった余計なことまた聞いてしまったのです一体あなたはどうやって空の袖を動かせるんです空の袖いやお見受けしたところ袖の中が空っぽのようですが袖の中が空っぽとおっしゃるんですね確かにそう見えましたすると彼は私に近づいて袖を高く上げたのですゆっくりゆっくりと。 やっぱり、り中には何もありませんね。すると彼は腕を下ろし私の方へまっすぐに突き出してきたそれから何かが何か確かにそれは親指と人差し指だと思えるものがその何かが私の鼻を掴んだんですそれでいてそこには何もないんですえ <laughs> 笑い事じゃない私は夢中でその手を外すと部屋を飛び出したんですあなたそんな妙な人っていますかでも私ちょっと行って見てきますこのところあの方払いの方も悪いんですから、うん、よせよせやめなさい今ではカス先生ばかりかホールさんまでが悲鳴に近かったのです その後は事件がひんぴんと起きるようになっていったのです。最初はあの見せ物にしたらとおっしゃってた牧師のサイラス・ダーガンさんの家での盗難事件でした。精霊降臨節を迎えるその前夜のこと、ダーガン夫人がふと目覚めました。夫婦の寝室のドアが一度開いてまた閉まったと感じたからです。夫人はそっとベッドの上に起き上がり、あたりの気配に耳を澄ましてみると、 あなた、ちょっと起きてくださいダーガンさんは明かりもつけずメガネをかけて妻のナイトガウンに浴室用スリッパという格好で階段の踊り場まで様子を見に行ったのでしたすると書斎の机の引き出しをかき回す音が確かに聞こえてきますそしてんッ ひかき棒を握りしめ足音を忍ばせながら階段を降りますダーガン夫人も階段を恐る恐る降りてきますその時でしたダーガンさんはその音で逆に奮い立ったのです大事な私の皆皆の皆神の財産をこの野郎ダーガンさんは勇敢にも飛び込みましただが 部屋の中は空っぽだったのですしかし誰かがいる気配が感じられます夫人が先に立ちついたての後ろを覗き込んだり机の下に首を突っ込んだりラーガンさんもカーテンをめくったりしますそしてラーガンさんが最後にくずかごをひっくり返して捜索が終わりました二人のつくため息その上に廊下のが乗っかったのです 2人がうちじゅうの部屋という部屋を探し結局2ポンドと10シリングの損害と2人が男女あべこべの寝巻きを着ていることを発見した時には日はすでに高く上っていたのでした同じ日の朝。 駅邸のホールさんがいつものように朝食に必要なビールを取りに地下の穴蔵に行こうと階段を降りかけたのですがふと客室のドアが半開きになっていることに気づいたのですさらに玄関の缶抜きが外れているのも見つけたホールさんは客の部屋のドアをそっとたたいてみましたが返事がありませんそれで部屋の中に入ってみました あいつは偉い学者さんだなんて言ってるがこの汚さなんだホールさんはブツブツと独り言を言いながら部屋の中を見渡しましたホールさんが知っているただ一つの客の服はベッドの枠にかかっており包帯も帽子も散らばったままなのですジャニーあのお客が部屋にいないんだ玄関の缶抜きも外れてる何を寝ぼけてる本当だあれ 客ははいねえが服はあるんだ。ちょっと見てみろよ2人が2階の階段を上っている時耳のせいか玄関のドアが開いてすぐに閉まったように思えました本当に変ねあんた何よ。夫人が振り返ってびっくりしたことにはホールさんがそばにいるものとばかり思ったのですがその時ホールさんはやっと階段のてっぺんにたどり着いたのでした。 ちょっと待ってくれよ部屋に入ったホール夫人はベッド掛けの下を手で探って冷たい起きてから一時間以上経ってるみたいああ玄関の開く音なんか聞いちゃいねえどこ行っちまったんだ変だわねえそうこうしているうちに 世にも奇怪な現象が起はっはのはす。見るとベッド掛けが一人りでにくるくるっと丸まったかと思うといきなりベッドの後ろに飛んでいきベッドの端にかけてあった帽子が空中に舞い上がりまっしぐなにホール夫人の顔に向かって飛んできたのです<ー>続いて洗面台のスポンジが夫人の顔にぶつかります <laughs> さらに今度は、椅子が宙に浮き、4本の足が、夫人めがけて突進してきたのです。幽霊だわ。幽霊だってことわかってるわ。本で読んだことあるのよ。手ぶりや帽子がダンスをするって、 嘘じゃなかったのね玄関に鍵をかけてねあの男うちの中に入れないでね変だ変だとは思っていたけどもっと早く気が付くべきだったあんな大きな色眼鏡顔中包帯巻いて日曜だって教会に行くことしないしあの男家具に悪魔を吹き込んだのよ私の大事な家具に娘の頃いつもおっ母さんが腰掛けていたあの椅子が私に向かって飛びかかる やがて太陽が村中を温め始めハクスターの雑貨屋の店が開いてそこで議会政治制度を生んだアングロサクソン民族の神髄が 計らずも発揮されることになったのですすなわち議論百出具体的結論なしその最たる意見の一つまずもってドアを勝手に開けて入り込む権利が俺たちにあるかどうかを確かめんきゃだなそれからも議論は続いたんですが結局誰にもはっきりとしたことが分かりませんでよし魔法使いに間違いなしだおいホールこのきさつをはっきりさせておく必要があるぞ 説明を求めに行ってこいと何やら分かったような分からないようなことになりホールさんが駅馬車邸に戻ってあの男に確かめることになったのです失礼させていただきますがウルサイド入ってくるんじゃない会見はそれきりで終わりでした。 もうお分かりのことと思いますこれがあの世界中を恐怖の底に落とし込んだ透明人間のアイピング村への出現の発端だったのですそしてついにその正体が分かる日が来たのです椅子騒動があった日のお昼過ぎ議論100室に参加したお歴歴はこわごわながら駅馬車邸の長馬近くにたむろしてそっと2階を伺いながら あれやこれややこと自分のの意見を述べ合っていたのです突然鳴った2階からの呼び鈴はそこにいた人々の肝を潰しましただが一時は中世の幻に取りつかれていたホール夫人は本来の性分を取り戻し一枚の紙切れを持って2階へ上がっていったのです。 ご入用なのはこれでしょうね朝飯がまだなんだぜ食事のおかわりに勘定掛けを持ってくるとはどういう料件なんだまお食事の催促でしたか催促でしたら私にもさせてもらいますよお勘定はどうしてくださるんです三日前に説明したじゃないか送金を待ってるんだ私も二日前に申し上げましたいつまでも送金を待ってはいられませんってね食事がちょっと遅れたってお叱りになるけどお勘定の方は五日も遅れているんですよなんてこと なんてたちの悪い旅館なんだ。そこへ階段の下から。馬鹿言うな。どっちが悪いんだ。その声に励まされたかホール夫人も言い返しました。今のお言葉たちが悪いなんてご自分におっしゃった方が良さそうですわね。勝負は誰の目にもはっきりしていました。いや、僕のポケットに。お金はないのでしょう。いやいや、見つかったんだよ。もう不思議ですわね。どこから探し出したんでしょう。それ。 どういうい意味だねどこで手に入れたお金か伺っているんですよそれからお勘定をいただくにしても朝のお食事の支度をするにしてもその前に伺っておきたいことがあります私の椅子が何で踊り出したのかお部屋が空だったのにいつまたあなた様が戻ってこられたのか手前どもではどなた様にもドアから出入りしていただくことになってますあなたはそうなさらなかっただから伺いたいんです どうやってお戻りになったのうるさいやめろ俺がどんな人間かお前たちに分かってたまるかだが知りたければ今見せてやるいいか見て俺男は手のひらを顔の上に置いてぐっと引いたのですすると顔の真ん中に黒い穴が開いたのですさあこれだ男は度肝を抜かれて呆然としているホール夫人の手に何かを置いたのです 床の上に転がったものは男の赤い鼻だったのですさらに男は青い大きなメガネを外し帽子を脱ぎ頬ひげと包帯を取り始めました悪い予感にとらわれた村人の一人が叫びましたやめてくれこれが一番恐ろしいものでした人々がその包帯の下に予想したもの傷跡とか ゾッとするような醜さは現れませんでしたいや何も現れなかったのです <laughs> ホール夫人が階段を転げるように降りていくよりも早く人々は玄関へ殺到していました <laughs> こんな恐ろしいことがあるでしょうかそこに突ったち 何やらとりとめのない言葉を吐き続けており足の先から上着の襟を立てた首筋まではちゃんとした人間であるのに顔のところは何もないのです。 正確なもの不正確なものいろいろな言葉が私のいた警察に入ってきましたこれが私のこの事件へ関わった最初でした私はすぐに駅馬車邸へと走りましたじゃまず早く首がないんだ首があろうとなかろうと悪いやつは逮捕する義務があるホールさんが先に立ち階段を駆け上がり客室へ一気に駆け込みました あいつです室内の薄暗い光の中に首のない男がこちら向きに突っ立っていますなななるるほど随分変わった男だな近寄るな私はその忠告を聞かずに男に迫りました男はいきなり手袋をはめて左手で殴りつけてきました私はそれをまともに食らってしまいましたがそれでも手首を必死に捕まえていました痛い,い 男はいきなり私の向こうずねを蹴飛ばしましたそして私を床に倒すや馬乗りになってきたのです私はそれでも目に見えない首筋を必死に締め上げていました足を捕まえてくれホールさんは私の言う通りにしようとしたのですが男にあばら骨あたりを蹴られてひっくり返ってしまったのですーホールさんの体がテーブルに当たって 上にあったガラス瓶が転げ落ちて悪臭が部屋の中に流れ始めたのですだ男はそう言って急に立ち上がりました男の格好はまた一段と奇妙になっていました首のほかに両手もなくなってしまっているのです争っても何の役にも立たない。 およそ世の中で何もない空間から響いてくる声を聞くほど不気味なものはないでしょう私は立ち上がり手錠を取り出しましただが弱ったぞ手錠をかけようにもその手がないのですしばらく呆然としている間相手の男は腕を直気に沿わせて動かしました次に男はしゃがんで靴と靴下をいじっています なんだこれは人間なんかおらんぞ服の中身はカラッとな私はその男がいると思われるあたりを手で探ってみましたと何か柔らかいような硬いようなものに手が触れます目目を掴んでもらいたい目僕はちゃんとここにいるんだ頭手足そのほかみんなここにある たたまたま僕の姿が君たちの目に見えないだけだ。厄介なことだがそれが事実で僕の答えはちゃんと存在している。だからといって君らの手で体中を突き回される理由にはならんのだ。見えない人間だ、うん、な何で言うかそんな話聞いたこともないぞ僕ら話がおかしくても犯罪を犯したわけじゃない。何が理由で罪のない人間が警官の襲撃を受けなければならんのだ 私は慌てて目に見えないから捕まえに来たんじゃない逮捕の理由は窃盗罪だ泥棒に入られて金を持っていかれた家があるいろいろの状況からそれは馬鹿バ,バカしいナンセンスだそうあってほしいが私は命令を受けてきたよろしいでは投稿しよう一緒に行けばいいんだろしかし手錠はごめんだこれは規則だ規則でも何でも手錠は断るだけどこちらの顔も立ててほしい 私はできるだけ穏やかに相手を説得しようとしたのですでもそれが大失敗でした突然首のない男は上着ズボンを脱ぎ始めたのです男のしようとしていることがわかった私は叫びましたやめさせろ私は男のチョッキを掴んだのですがそれはスルリと脱げてむなしく私の手に残ったのでした早く押さえて 捕まえるんだ。完全にバベルの塔の騒ぎでした。各々が奮闘はしていたのですが、実際のところは互いに殴り合っているのに過ぎませんでした。前歯を折ったもの、耳に怪我を負ったもの、頭を殴られ、相手構わず拳を振り回しているもの。かく私も。 一度ならずがっしりした男の胸を掴んだかに思えたのですがそのまま廊下になられ出てしまいました通りではまた違った混乱が起こっていました女の人が道の上で勝手に仰向けに倒れ踏んづけられた格好で悲鳴を上げ犬までが蹴飛ばされたと見えてハクスター雑貨屋へ逃げ込んだりしていました。 そして最後に私は自分の体が宙に浮くのを感じ次に地面に急速に近づくのを感じましたこうして透明人間は脱走に成功したのですしばらくの間人々は驚きと恐怖で口もきけずただ立ちすくんでいるばかりでしたがやがて新たな恐怖が襲ってきたと見えて一斉に自分の家へと逃げ帰ったのです 私は風の中村の大通りに仰向けで倒れていました。 アイピングの村外れの丘の中腹でトマス・マーベル君という男が2足の靴を前にして頭を抱え込んでいました今まで履いていた靴と新しく手に入れたブーツとどちらを履こうかと悩んでいるのです今まで履いていた靴は足にぴったり合っているのですが雨の日なんかには水の中を裸足で歩いているようなものでした新しい靴はその点しっかりしていたのですが あまりにも大きいブカブカ靴だったのですその靴俺にくれないかえいきなり声が聞こえましたマーベル君はびっくりしてえ誰ですどこにいるんで酔っ払ってるのかな少しなぜもっと早く気が付かなんだ <laughs> 酒も飲まずに酔っ払えるか お俺のあんまり上等でもねえ頭がしっかりしろよ本物の幽霊かお前の頭が変なのでも幽霊がいるのでもない僕は空気と同じ体が透き通っていて見えないんだ何ですってそれってと旦那の体はガランドなんですかい何とか言ったな声はそれとも姿は見えず本にお前は <laughs> とにかくそんなとこなんだね僕は立派な人間だ ちゃんとした体があって、食事も飲み物も必要だ。体だけが見えるのだ。わかるかい透明なんだよ。へえ、体があるんですかい。あるとも。ちょっと触らせてください。ああ、不老者マーベル君は、おずおずと手を伸ばし、たくましい男の胸に触れ、あごひげを生やした顔を探り当てたのです。嘘だね 面白いもんだな旦那の体をすかして半マイル先のウサギまで見えますでマーベル君は目を凝らして何もない空間を見つめふとしかし旦那はパンもチーズも食わねえんですか食ったら腹ん中へ落ちていくのが見えるでしょうに <laughs> それはそうだ消化するまでは見えているあ。タッ <laughs> どっちにしても怪談話だところでお前に頼みがある。 足の頭はふらふらでね旦那のおっしゃることははっきり飲み込めねえんだが足がどんなお役に立つんですまず服を手に入れてもらいたいそれからその靴だ他にもいろいろ手を貸してもらいたいだがもし裏切ったりしたらああマーベル君は肩をポンと叩かれただけで恐怖の叫びをあげたのですと,とんでもねえ裏切りなんかでな何をしたらいいんで ちょうど同じ頃駅馬車邸では主人のホールさん医者のカス先生牧師のサイラス・ダーガンさんの3人が透明人間のいた部屋を調べていたのですこれは日誌日誌ですとさカス先生は窓際のデスクの上にあった3冊のノートを取り上げてこれを見たら少しは事情がなんだこれは記号と数字ばかりじゃないか 私には全くもってちんぷんかんぷんカス先生あんたは学問があるあなた調べなさいほらここはロシア語かなギリシャ語かもわかった調べようホール持ち帰ってもいいかああ私のものではないけどまあ巡査のジャファーズにはうまくいっておきますよだがカス先生は無事うちに着くことはできませんでした カス先生はこのノートに書かれている文字を読む自信はほとんどなかったのですが、持ち前の好奇心からこの不思議な事件をぜひ解いてみたかったのです。ノートを小脇に内に向かっていたカス先生は、突然襟元に異様な感触を受けたのです。カス先生は首を上げようとしましたが、上から何かが押さえつけてて思うようになりません。カス、動くなよ。でないと脳みそを叩き潰してしまうぞ。 カス先生はあまりの恐怖に顔の色が変わっていました手荒な真似をして気の毒だがこれもやむを得んことで真面目な科学研究者の覚書を盗み見るとはけしからんこうしてサンサスのノートはカス先生の手から離れ空中をすいすいと飛ぶように離れていってしまったのでした同じ頃ホール夫人にもまた災難が降りかかっていました 突然駅馬車亭から一人の男が小脇に包みを抱えて飛び出してきました泥棒よ捕まえて駅馬車亭にいたヘンフリーさんやホールさんその他数人が外へ飛び出しましたがすでにかの不老者マーベル君は教会の壁に沿って姿を消していたのでした <music> カス先生は家に帰ってもまだ呆然としていましたがあのノートには物体を透明にしてしまう方式が記されているに違いないと懸命にも気づいており何とかして再び手に入れようと試案していましたその時なんだろうカス先生はお客か患者かとしばらく待っていましたがその気配もないので 誰だいと看護婦に聞いたのでした開けてみたら誰もいないんです子供のいたずらなんでしょカス先生はハッとしましたドアが開いて誰もいないそれはいないのではなく見えないのだあいつが来たんだあいつ透明人間がそんなカス先生の気持ちが通じたのかすぐに声が聞こえてきましたいやあ。 カス君、どうしてお前は僕の名前を何も見えない空間からの声が意外に近いのを感じてカス先生は震え上がりました僕は君の大学同期のグルフィンだよグルフィンそう、グルフィンさ君は医学、僕は科学を専攻したグルフィンさカス先生は白じゃけた皮膚をした若い学生身長六フィート、広い肩幅 色白の顔に血走った感じの目科学の科目で優秀な成績をいつもとっていたグリフィンのことを思い出していましたどんな悪魔の仕業で人間が透明になったのだ悪魔の仕業なんかじゃない知的な研究のプロセスによってだ<ん>僕は研究に没頭していた侵食を忘れて実験を続けこの問題について秘策を重ねた結果6ヶ月前に突如頭にひらめいたものがあった僕は 色と光の屈折についての根本原理を発見したんだ四次元の世界を3次元で表現する方法だあの3冊のノートあいつが持ち逃げしたノートにはこの奇跡が埋め尽くされているただ今のところは法則とまでは言えないかもしれんがあいつとは誰なんだね助けてもらおうと道端で知り合った男だお前から取り戻したノートあいつに渡したんだだってまさか あんなやつが俺のノートを持っているなんて思いもしないだろうからねところがあいつはそれが価値あるものと思い込んだらしいどっかへ雲隠れしやがったうーんノートはねところで君の透明理論なるものをもっと聞かせてくれないか俺はこう考えたんだ固体でも液体でも全てその性質に変化をさせないで屈折率だけを空気と同じ程度までに弱めることができないかということだ この理論は更に研究を続けることで確立できると思っている奇抜なアイデアだだがまだ完全には納得できんなものが見えるということはその物体の光に対する反応だろう光線が物体に当たると物体はそれを吸収するか反射するか屈折させるかのいずれかだもしそれが光線の吸収反射屈折のいずれの作用も行わない時にはその物体は見えなくなるうんなるほど ごく薄いガラスが光の少ないところでは見えにくいのはガラスが光をあまり吸収しないし反射や屈折の度合いも非常に少ないからだガラスを水の中に入れてみるがいいガラスは消えてしまったようになる炭酸ガスや水素を空気中で見ることはできないのと同じ理論なんだなるほどしかし人間はガラスと違うぜいや違うさ人間はガラス以上に透明なんだバカバカしいバカバカしいとは何だそれが学者たるものの言葉か 君はここんんなことも知らんのか本来は透明なのに一見相当は見えぬ物質がたくさんあることだ例えば紙だ紙は透明な繊維からできているが白くて不透明なものに見えるいやこれは紙ばかりでなく木綿羊毛木す全ての繊維に言えることだいいか数人間を成立させている物質だってそれと変わりはない骨肉毛髪爪神経どれも皆無色透明な組織なんだまったくだ確かに君の言う通りだ 僕もクラゲの類を思ってみると分かってくれたがこの理論を思いついたのは今から6年前になるそれからは文字通り侵食を忘れて研究に没頭してきたんだ一番の難点は色素のことだっただがついにある日ひらめきを感じたというと血が赤いのは赤くなる物質があるからだ白くすることも可能だし無色にもできる血が持っている機能を少しも失わずに恐ろしいことカズ想像してみてくれ このアイディアを思いついたこの俺の気持ちをそれからの3年間俺は無我夢中でこの研究に取り組んだんだやだが残念ながら研究の完成は不可能だと分かったんだえっどうして金だよ金が足りないのだここまで勢いよくカス先生に自分の研究を熱心に話していた透明人間は書斎の窓から外へ目を移しましたそれは 目に浮かぶものに気づかれないようにしたようにも見えました全くその必要はないのに困った俺は親父の金を盗んだんだところがその金は親父のものではなかった親父はピストル自殺をしたあまりにも不思議な話にカス先生は椅子についたまま窓際の方透明人間グリフィンのいる方を見つめていました 親父の葬式は貧相なものだったが俺はそのことで感傷に浸るわけにはいかなかった去年の12月ロンドンのグレートポートランド海近くのスラムで俺は研究の最後の時を迎えたんだ実験には小型の発電機を使った。 まず白い羊毛の繊維を薬品につけ、それから二つの閃光の間に入れた。それが白く柔らかくきらめき、やがては煙の輪のように消えていくところは、何とも言えぬ機械な眺めだった。俺自身やってることが信じられない気持ちだった。俺は手を閃光の間に入れてみた。羊毛はちゃんとそこにあった。次に、近所の野良猫を捕まえてきた。猫に化学処理を加えた。しかし、カズ、 猫に薬品を飲ませるのは相当骨の折れる仕事だよその実験は失敗だった失敗したのか爪と色素でね何とか言ったな猫の瞳の奥の色素だタピーダムかあそそれだそいつがうまくいかないんだ2つの細い目と爪だけが幽霊みたいに浮いているんだ怖い話だ結局その猫はどっか行ってしまったがねじゃあその透明猫がいまだに野放しになってるのか 殺されていなければだだがそのことが原因かどうか事態は厄介なことになってしまった部屋のドアが叩かれ声が聞こえた泣き声が聞こえたみたいだけどうちの猫じゃないかねいや来ていませんね俺は丁寧に答えた ばあさんはその白猫だけを相手に暮らいしているのだったがそいつが言いつけたらしく今度は下宿の親父が怖い顔してやってきたイギリスの法律は生体解剖を厳しく取り締まっているそんなことをされて私どもが巻き添え食ったら困る俺はもちろん否定したあんた一体何をやってるのかねいつも一人でこそこそとそれは合法的な仕事かねガラスやガスまで使って火事でも起こされたらことだうるさい出て行け 俺ははわずっってしまた。た。だがが実験は急がれたせっかくの研究が完成目前でこんなくだらない理由でダメになってしまうのではかなわないその夕方俺は血液の色をなくす薬品を飲んだだがうるさいぞこんなん何の用だ現れたのはやはり下宿の親父だったが。 俺の顔を見た途端持ってきた立ち退き請求書かなんかを掘り出して逃げていってしまった俺は鏡を見て親父の触れ上がった理由を知った俺の顔は真っ白に変わっていたのだ明け方俺はこの瞬間を生涯忘れることはないと思う 両手が曇りガラスのようになっていき日が昇るにつれて左にそれが透き通っていく俺はそれを見つめながら身震いする恐怖をかみしめていた目を閉じてもまぶたが止めなため全てが見えてしまう手も足もガラス状に変わり骨と血管は色が薄れて見えなくなり白く細い神経が最後に消えたそれからお昼までぐっすりと眠った そしてて体が完全にに透明になっていることを確かめた後実験装置を分解してしまった誰が目をつけてももう一度組み立て直すことができないようにだ下宿の親父と他に二人が部屋に押し込んできたが誰もいないと知った時の奴らの顔と言ったら。 若い男が窓に走り、サシを押し上げた。俺が鳥りにでもなって、飛んでいってしまったとでも思ったのか。バカめ。カス先生はこの奇大の天才、グリフィンをもはや世間に放置しておくべきとは思えなかったのです。そう、グリフィンは狂人と判断されたのです。カス先生は透明人間にお茶を取ってくると言って部屋を出るや、 アイピング警察へ連絡をくれたのでした今私はこのカス先生の判断が正しかったかどうか分かりませんですがこの時の判断がさらに次のそして最後の悲劇を生んだことは間違いないと思いますさあお茶でもところで このののアイピングへ来たたはどんな目的だったのかね研究をしに来たのさ。俺は自分の体が透明であることが初めは素晴らしいことだと考えていた。何をしたところで分かりはしない、好きなことをやって生きていける。いくとなったら着てるものを脱ぎ捨てて消えてしまえばいいのだから。だがそんなことは考えれば考えるほど情けない馬鹿げたものと分かってきた。そして俺にはまだ一つ。 やらなければならないことが残っていることに気がついたんだなんだねそれは元の体に戻る方法を探すことだそれはもう理論としては分かってはいるんだあとは具体的にある種の薬品をその理論通りに作り出すことだそれであまり人のこない静かな村アイピングの小さな旅館を選んだんだあの研究ノートさえ取り戻せば実験の結果の数字を君にも読んでもらえるのにそうだなところで あののの巡巡査査は死んだのか巡査ジャファーズかバカ者の巡査透明人間はそう言ったとカス先生は語ってくれたのですがなんてことだそれにあの不老者だしかしカズ俺は巡査を叩きつけたり不老者を脅かしたりはしたが人間の真の怒りがどんなものか君に果たして分かるだろうか長年の間プランを立て構想を練り実験を重ねてきた研究の成果が 一瞬のうちにバカ者どもの手でご破さんにされてしまったんだなるほどでこれからどうする最初は外国へ行きたいと思った暑い土地なら透明でいても具合がいいからだことに秘密を知られてしまったイギリスでは仮面をつけ襟巻きをしている男を皆が探すはずだ何より先にノートを取り戻すことだなあいつの居所がわからないんだあの男のいるところはわかるさどこだそれは 裏の警察署にいる本人の希望で一番安全なところというので留置所に入って鍵までかけてもらっている君のうちに来たのは君なら俺の研究とその成果が分かってもらえると思ったからだまったくだ確かに君の言う通りだ俺は過ちを犯していたんだ何もかも自分一人の力でやって逃げようとしていたんだカズ今の俺が心から欲しいと思っているのは力を貸してくれる人だ それと、身を隠す場所だそして外国なんぞが行かないで俺の世界を確立していくんだそれは何なんだ恐怖政治だよ俺の透明であることを生かし恐怖で脅かしこの村なら村を支配するもし命令に背けば殺してしまっても構わないそしてこの村から始めて世界を理想のものにしていくんだ その時下の玄関のドアのそっと開く音がしたのですがそれはカス先生の連絡を受けた私が所長や警部とともに透明人間逮捕にやってきた音なのでした誰だカス誰か呼んだんだなカス先生はいきなり見えないものに突き飛ばされて「失敗だそっち行ったぞ!うわ」。 カス先生の家を飛び出していった透明人間が怒りのあまり村をめちゃめちゃにしてしまった気持ちも今となっては少しわかるような気がしますいえ決して弁護に値するやつではありませんでした道で遊んでいた子供を突き飛ばしウィックスティードさんを鉄棒で襲い殺したようなやつなのですから村の警戒は厳重を極めました騎馬警官が街道筋に馬を走らせて 閉まりを厳重にせよ武器を持たずに外出はするなと警告して回り小学校はことごとく閉鎖し猟犬が集められサウサンプトンマンチェスターブライトンホースアムを結ぶ四角形の中を走る旅客列車は必ずドアに鍵をかけることになったほどですこの厳重な警戒の中透明人間は当たり前のことながら姿を見せずそれどころか 最後にはカス先生に死刑宣告を送ってきたのです君は驚くほど狡猾に振る舞ったその行動によって君がどのような報いを受けることになるかそこまでは僕の預ずかじ知らぬところだ君は急裏切った僕たちの間に 戦闘音が開始された。すでに僕が言った恐怖時代に突入しているのだ。君は君の親しい警察や無知な村人たちに伝えることだ。この土地は僕の支配下にある。恐怖の王者グリフィン。透明人間の時代。僕は透明人間一世だ。まず、 国第一号を発表する石勝を死刑に処すカス先生は急いで看護婦とともに内中を見て回り窓の鍵と鎧戸を全部閉めたのですそれから私のところへ使いをよこしたのですそしてそうだこれで奴を捕まえることができる カス先生のところへ駆けつけた私は、透明人間の書いた死刑宣告書に驚きましたが、先生は、私に考えがあると言いました。ちょうどその時、窓ガラスだ二階の窓だ何が始まったのです戦闘さ署へ行って応援を頼んできますだが、私が門を出ようとした時、ちょっと待ったんなんだ すまんがもう一度あの家へ引っ返してくれ私は声の主が左前方にいることを感じていました一発ぶっ放してみるかと思った途端ですこんなに腕が私の首に絡んできたかと思うと仰向けざまにひっくり返されていました慌てて私はピストルを抜き出し撃とうとしましたが次の瞬間口の辺りをしたたか殴られピストルをもぎ取られていました 間が無駄でなかったら最初に貴様をやつけるとこだ立て見ると2メートルほど離れたところでピストルが宙に浮いてこちらを狙っているのですどうする気だカスの家へ戻れ私は家へ向かって歩き始めるふりをしていきなり宙に浮いたピストルめがけて取りかかりました 私は肩にピストルの弾を受けて芝生の上に倒れていました後でみんなに聞いて分かったことは透明人間は死んだということですピストルの音を聞いたカス先生は閉めていた玄関のドアを開けていきなり道へ駆け出したのですカス先生おい さあグリフィリン俺はここだカス先生は自分だけが透明人間の的だと知って自分を犠牲にして村の人々に透明人間の居場所を教えようとしていたのですカス先生は学生時代からこの方走ったことなどめったになかったのですがこの時ばかりは必死でした <laughs> カス先生の作戦は成功しました。 人々に透明人間の見えない姿を先生の後ろと示したのです丘の道がこうも長々と続いているとはとても思っていなかったカス先生はそれでも大声で叫びながら村の中央へと走ります村の人々もその声に気づいて集まってきますそして最後の悲しむべき事件はあの駅馬車邸の前で行われたのです カス先生の後ろに聞こえる足音と息を目当てに村の人がめいめいにステッキやシャベルを叩きつけ透明人間を倒そうとしていましたそしてついにその一つが命中したのです 聞いてくれこの男は怪我をしたらしいカス先生が地面にうずくまりみんなはそれを囲むように丸く取り巻きましたそうこの男は逃げやせん透明人間は今しも 透明から再びその姿をみんなの前に表し始めたののですみんなの目にガラスで作られたような静脈や動脈骨神経などが次第に見えてきてやがてそこには30歳ぐらいの一人の裸の青年が倒れていることがはっきりしたのです。グリフィ 恐ろしく悲しい透明人間の話はこれで終わりです今となっては本当のこととも思えないことですが一つだけそれを信じさせることがありますそれはあの透明人間の宿であった駅馬車邸の主人ホールさんですホールさんは透明人間の部屋をめったなことでは人に見せないようにしてしまいましたが ご自分は毎晩のようにその部屋に入り込んでいるそうですそしてドアに鍵を下ろし鎧戸に異常がないことを確かめテーブルの鍵を開けるのですその中には茶色の革紐でくくった3冊のノートがありますホールさんはノートをおもむろに開きなめるようにゆっくりページをめくるそうです なんだ、この2つの記号は十字記号と棒線だそれにしてもこんなもので意味が通じるとはあの男よっぽど頭がいいんだなこれは大秘密だ素晴らしい秘密だこいつを突き止めさえすれば必ずやってみせる こうしてホールさんは毎晩夢幻の世界に入っていくのですそしてノートの在りかは多分彼が死ぬ日まで世間にはわからないことでしょう